東北本線、東北貨物線、京浜東北線、蕨駅付近。写真最も左の線路が、東北貨物線、下り線、左から3本目が、東北貨物線、上り線。東北貨物線は、東日本旅客鉄道東北本線の線路の一部で、東京都北区の田端駅から、埼玉県埼玉市の大宮駅間で過去に、貨物列車の専用線路として運用されてきた。 東北本線の伏線の通称である。現在は、湘南新宿ラインや東武線直通特急、日光、絹川などの旅客列車も当然路を走行する。東北貨物線は、現在の JR グループの前身である、日本国有鉄道時代の1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正で定期旅客列車の運行が開始されたが、それ以前は主に貨物列車の運行に供されていた。 線路であった。このためこの線路は一般的に東北貨物線の通称で呼ばれる。東北貨物線は田端信号場駅構内で池袋駅方面からの山手貨物線と交流し、田端信号場駅付近から王子駅付近までは東北本線の電車線と福々線をなし、また王子駅付近から北浦和駅付近までは電車線に加え列車線と六線をなす。 さらに北浦和駅付近から大宮総車場間では、武蔵野線を大宮支線も合わせ8線となる。下り線は、大宮駅の北側構内で、宇都宮線下り線とポイント分合し、さらにその北側で、高崎線方面への分岐線を分けた後、東大宮奏車場への東北本線回送線に合流する。上り線は、大宮駅の南側構内で、 東北本線海藻線と宇都宮線上り線が、ポイント分合し高崎線上り線からの分岐線も、合わせて、貨物線となり、高崎線上り線と宇都宮線下り線を潜って、大宮奏車場に入る。また、田端信号場駅では、三河島駅、隅田川駅方面に通じる常磐線の貨物支線と、接続されている。なお、当線路付設以前は、 東北本線貨物列車は、現在の列車線を共用して走行していたが、東京付近の都市化に伴って、線路容量の増大を目的として建設され、当線路の完成により、同区間の価客分離が完了した。付設当初は、秋葉原駅と大子駅間を結ぶ線路が、主経路であったが、その後山手線の複々線化に際し、当時同間山トンネルを経て、 駒込駅方面と田端駅方面を結んでいた山手線線路の外側に電車線を増設、急線は列車線として道下山トンネルを閉鎖、現在の中里トンネルを経由して王子駅方面と山手線駒込駅方面とが直結するようになった。昭和期の武蔵野線開業によって東北新越貨物列車は大宮駅武蔵野線東海道線。 総武線方面を経るようになり、東北貨物線の走行列車数は減少した。国鉄時代に赤羽を終着とする東北線、高崎線中電が設定され、JR 発足翌年の1988年のダイヤ改正では池袋まで旅客列車の運行が拡大。2001年には湘南新宿ラインが新設されて、その走行経路の一部となり、頻繁に 旅客列車が運行されるようになった。現在は日本貨物鉄道が東北、新越方面と東京、東海、山陽、九州方面を結ぶ貨物列車を運行しているほか、JR 東日本が湘南新宿ラインのほか東部線直通特急、成田エクスプレス等を運行している。詳細は各列車項目を参照。ありがとうございます。